ベルサイユのロゴベルサイユは日本のビジュアル系メタルバンド。コンセプトはバラの末裔い。神女と日崎を中心に2007年に結成。メンバー全員が18世紀の頃のフランスを意識した格好をしており、曲や PV にも色濃く反映されている。6月にベルサイユバンドがヤフージャパンの検索上位にランクイン。また、目覚ましテレビなどで。 男性限定ライブの様子やインタビューなどが放送された。2008年3月下旬にはヨーロッパでバンド初の海外ライブを行った。ベルサイユの楽曲の歌詞はすべて物語としてつながっているが、オムニバスアルバム、クロスゲート2008、カオティックソロ収録のスフォルサンドは例外である。アメリカで同盟のアーティストが、 商標登録を行っていたため、2008年8月19日に、公式サイト上にて、アメリカでのライブを行うための新バンド名を、募集することとなった。その結果、同年9月14日に、ベルサイユ、フィルハーモニッククインテットマイナスとすることを発表を。なおこのバンド名は、アメリカ国内でのみ使用されるバンド名であり、 ベルサイユという元のバンド名を捨てたのではないとのこと。メジャーデビュー直後、ベーシストジャスミン・ユーの体調不良のため、活動を一時的に休止。しかし2009年8月9日、ジャスミン・ユーが休止し、当分の間活動を見合わせていたが、2009年10月25日の V ・ロックフェスティバル霊久出演より活動を再開した。2010年9月4日、 渋谷 CC レモンホールでのライブにて新メンバーのマサが加入。2012年12月20日 NHK ホールでのライブをもって活動を休止。2015年12月20日活動再開を発表。同月28日に復活の儀式を執り行うことを発表した。ありがとうございます。